小林和幸は、日本の音楽家、実業家。ワーナーミュージックジャパン代表取締役、会長兼最高経営責任者、一般財団法人音楽産業、文化振興財団理事。兵庫県神戸市出身、大阪芸術大学放送学科中退。九百八十二年にエピックソニーに入社して以降、ディレクター、プロデューサーなどとして、鈴木正幸を、 はじめ様々なアーティストの業務に携わってきた。2014年4月1日より、ワーナーミュージックジャパン代表取締役、会長兼最高経営責任者となる。小林和幸の人生に影響を与えることとなった、音楽は小学生時代に怪獣映画に興味を持ち母に連れられて見に行っていた。時に怪獣映画に閉鎖されていた映画が、香山雄三が、 エレキギターを演奏する場面のあるものであり、この時の香山雄三の演奏である。他には、中学生時代に学校に行かずに休学を資本と深夜放送を愛していた時期に、街角に貼られていた全裸の女性の場面がある映画のポスターに興味を持ち、映画の内容よりも不純な動機で映画を見に行った時、その映画のオープニングとエンディングに流れていた曲である。それに興味を持ち、 会議にレコードを購入し、その後にもレコードを購入するなどでアメリカンロックの虜となっていった。ありがとうございます。